こんにちは、ムカチャンネルです。皆さん覚えてますか？こちらにずらーっと並んだ玩具、こちらは私の初期の動画で紹介しましたビーストサーガーというおもちゃになります。ビーストサーガーとは何ぞやと言いますと、最強ジャンプで連載されていた漫画で、タカラトミーさんから同時並行で玩具も出されておりました。で、単行本もね、このように出ておりまして、1巻から5巻完結で出ております。テレビアニメの方が2013年に公開されて1年足らずくらいでもう終わってしまったんですよ。それと同時にタカラトミーさんからもビーストサーガーシリーズのおもちゃは終了しちゃったんですね。すっごいコアなファンはね、たくさんいらっしゃったと思うんですよ。子供向けに作られてはいるんですけど、ほとんどのファンは大人だったんですよ。というのもすごい昔、1980年代ぐらいになるのかな、ビーストフォーマーっていうのがあって、そのビーストフォーマーとこちらに並んでいるビーストサーガーがすごい共通点があるんですよ。おそらくその派生でね来てるんだと思うんですけども、名前が似ているとか雰囲気が似ているとか、なんかいろいろねたくさんあるみたいで、ビーストフォーマーのコアなファンっていうのがねめちゃめちゃ多くて、私も小さい頃に友達の家に行って、そのビーストフォーマーでね、キャラ設定知らないのに特殊なフォルムがすっごい好みで遊んでましたね、ずっと。で、その世代が大人になってからこちらの玩具が出て、すごいもう集めていってたんですよ。キャラクターデザイナーのハリケンさんいらっしゃるじゃないですか。私がねハリケンさんを初めて知ったのは、実はこのビーストサーガーを語るっていう YouTube 動画で初めて知ったんですよ。その時はね、あのハリケンさんがイラストレーターとかソフビ作家っていうのは全然存じなかったんですよ。普通におもちゃが好きな個性的なお兄さんっていう感じで見てまして、ハリケンさんがビーストサーガーを一生懸命語っててすごい共感する部分があって、漫画もすごい好き でしかも小説もあるんですよ。結構熱くてちょっとうるってする部分もあったりして、ビーストフォーマーにはなかったんですけども、お腹からダイスが出てそれで勝負するっていうダイスゲーム要素があったんですよ。フィギュアそれぞれにあったキャラクターカードがあって、こういうトレーディング要素もあって、でもね、今のちびっこには受けが悪く、世代の大人では支えきれなかった部分があり、終わってしまったんですかね。まあいろいろと大人な事情がねたくさんあったとは思うんですけども、とても悲しいですね。今でも復活しないかなっていうのは思ってます。漫画の1巻から5巻とかアニメに出てきてるキャラクターがまだまだね出てきてないんですよ。それが悲しいです。なぜ再び掘っているかというと、まだ入手してないビーストサーガのフィギュアを手に入れたので、ここで紹介します。でしかも今回でなんと全てコンプリートしました。ただ一部例外があります。何かというと、クリアカラーの色違いがほとんど出てるんですよ。そこは私は集めていないのと、ガチャガチャで一人この中にいないキャラが一体いるんですけど、まあ、稼働がしなかったりとか塗装が甘かったりするので、あの大きさとかね互換性はあるんですけど、ちょっと私は別枠として入れないんですけども、なのでそのコンプリートしたのを、本日は紹介します。実はね、過去私全て持ってたんですよ。本庄学先生のサインも持ってましたし、ノルマシーンみたいなのもね持ってて、多分写真あると思うので今載せてると思います、こんな感じでもね、一回ちょっと手放しちゃったんですよね。でまた欲しくなって再熱してずーっと集めていってたんですけども、ようやく1年がかりで全て揃うことができました。それでは紹介します。こちらから紹介しましょうか。こちらに群れになっているのが陸の種族でグロリア王国軍と言います。はい、そして真ん中、はい、こちら基本悪いやつなんですけども、陸の王国に、味方するキャラクターもちゃんといます。こちらが海の種族のデスハート団です。そしてこちらにいるのが空の種族ソワラ星国風の戦士団となっております。陸と海の種族でねこう争うんです。空はね味方です。もう一度読み直さないとあれなんですけど、すごいストーリーもしっかりしててめちゃめちゃ面白いんですよ。熱い少年漫画っていう感じで。それではじゃあ陸から紹介しましょう。陸の未入手のフィギュア、それを紹介します。まずはこちら、じゃじゃん。はい、こちらこんな感じで入ってたり箱に入ってたりするんですけども、ドクター系の犬ですね。名前がワンダーリバーです。ちょっと開封しましょうか。まあ、大体ねこんな感じのブリスターパックに、入っておりまして、
はい、まずキャラクターね。ほとんど稼働は両腕と両足の方が稼働します。で後ろこんな感じで、このお腹にこのキャラ特有のダイスが、それぞれこうあるんですけど、これをこう胸に入れて後ろから押し出してやって、出たダイスの目でこう戦っていくという感じです。私結構この戦いも好きでしたね。買う武器がね、なんか統一性なかったんで、お問い合わせで聞いたら武器はランダムということで、ただ主役級のキャラはあのちゃんとした設定の武器あるんですけど、その他はね結構こうランダムらしいです。全員盾と剣とか盾とピストルとかそういうのをね、持ってます。盾とか武器たくさんの種類がありますよ。あ、そうそうそう。そしてこちらキャラカードも入っておりまして、後ろにね性能とかねストーリーも書いててめちゃめちゃ面白いです。はい、じゃあ次、ででん、おお、アルジャイロというキャラクターで、アルマジェロのね、キャラクターになります。ダイスと武器はちょっと省きます。はい、こんな感じ。アルジャイロかっこいいね。硬そう。そしてこちら、ででん、かっこいいバッファンよし、はい、こんな感じ。重量級ですね。絶対攻撃力高い。はい、そしたら次こちら、空の軍団ね。じゃじゃん、ダッカー、アヒルの戦士です。じゃん、はい、こんな感じです。ダッカー頭良さそう。結構上空からのスパイ活動とかしそうですね。そして最後はヤフーオークションで購入しました。なのでもうすでに開封済みです。とてもレアリティの高いフィギュアになります。それがこちらです。ムカチャンネル、ダダン、マンタレイ。漫画やアニメでも頭が良くて、でね、ちょっとね平和も好むような、憧れるようなねキャラなんですよ。敵側なんですけどね、このマンタレー異常に高くて、今アマゾンとかでね3万ぐらいです。これ一体やばいでしょ。3万ぐらいでも私はなんとね良心的な価格でヤフオクに出てたんですよ。2000円ぐらいだったかな。これはやばい、ビーストサーガマニアに見つかったらすぐ値上がりがすると思って、即決価格いくらですかって尋ねると、あ、この価格でいいですよっていうことで2000円ぐらいで落札できたというめっちゃラッキーさ。これ今入手しようと思ったらめちゃめちゃ難しいですからね。ちょっとここ、かっこいいか。他のビーストサーガーは悲しいことに、その昔ねおもちゃ屋さんでワゴンに投げ売りでもう100円とかで売られてたんですけども、あの持ってる方ねめっちゃラッキーだと思いますよ。今ね徐々に徐々に価格ね本当に上がってってるんですよ。もう入手できないキャラも、まあ、マンタリーとかもそうですけども、ショップにすら出てないキャラもねいたりするんですよ。けど数が多い、やっぱり主人公のねこのライオーガとかになると、まだ今でもアマゾンとかそういうところではない非常に安くは売ってるんですけども、それでも比較的だん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 高騰してってますよ。ワゴンの投げ売りのおもちゃじゃんとかね、バカにしてたあなた、もうやばいですよ。今もそんなんじゃないの。今も持っているファンのお友達の方、大切にしましょうね。これはすっごいもうお宝になると思うんでね、いずれのビーストフォーマー並みのお宝になると思いますよ、これは。はい、ということでここまでちょっと熱く語りました。ダイスの遊び方とかはもう割愛しますので、ネットなどを見ていただければなと思います。これがねビーストサーガの決定版の動画にしたいと思います。それでは決定版なのですごいスピーディーにキャラの説明をしていきたいと思います。ライオーガ、息子のオーガ、ライオーガのライバル的な存在でもあるんですけども、ゴールダー、スピードがめっちゃ速いバニキス、重装攻撃軍のギャリソン G、 特務諜報軍隊長のロングジラフ、重装攻撃軍隊長ライナス、こいつ確か王国に属してなかったと思うんですけども、一匹狼のウルフェン、珍しい女性キャラレパーミント、憲法師範代ジャンジャン、武闘戦闘兵シアンビ、こいつめっちゃ好き、高速機動軍ジーダン、参謀長ビッグセロン、輸送施設軍隊長エレドラム、輸送施設軍特務輸送兵カンニガル、軍医ワンダーリバー、超装甲突撃兵アルジャイロ、剛力戦闘兵バッファン。以上が陸の王国です。はい、そして海行きましょう。大海賊王キラーシャーク、リンバン宮殿兵傭兵セイラス、療養使用人グエール、暴殺戦闘員ビルソード、政務官戦士
ドルファン、暴君城主、アルダイル、戦艦長ターロック、一番人気高速戦闘員マンタレイ、超雑魚一般戦闘員ピラゾン、こいつめっちゃ複数いますからね、三角参謀シーレンス、筆頭戦士オルリッチ、難関大公ドンホエール、以上が海の種族デスハート団です。では空の種族風の戦士団ソアラ聖国いきます。数は少ないんですけども、はい、まずはこちら、団長キャプテンイーグル、和平戦士ブンドット、参謀博士オールマイティ、行動隊長レインボーサム、瞬速戦士ファルカン、海戦破戦棒バメット、超音波戦士モリーク、放浪戦士ダッカー。はい、以上がビーストサーガの種族の、コンプリートになります。いやー、集めにしんどかったな。もう10年なんのかな、経つともうすごい入手が難しくなってきますね。ダイスだけでもね、これ今まとめてますけどもっとあるんですよ。あー、これ編集大変だなでもコンプリートした決定版が取れて本当に良かった。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございます。この動画が面白いと思えた方は熱い高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。I've been thinking about my options.